皆さんこんにちは。お元気にされてますか？さあ本日は、ヘーグルは子どもたちの能力開発のお話をしたいと思います。今世界中がコロナで大変なことになってますが、でも子どもというのはそういう状況は関係なく刻々と脳は成長してるんですね。それに対してやはりヘーグルはしっかりと授業を提供しなくてはいけない、そのように考えております。皆さんもご存知の通り対面授業が一番なんです。でも対面授業ができないとなればそこは映像授業ということになります。さて対面授業と映像授業の違いは何でしょう？対面授業は縦波動であり、映像授業は横波動である、これはもう皆さんご存知ですよね。子どもの能力開発はこれは縦なんです。だから対面が一番いいのは確かでしょう。でも映像授業で横でありながらそれを見る子どもが縦でそれを受け止めることができる、それはどうやってそれをするかが問題ですね。そこは答えがあります。それは奉仕力です。奉仕力です。高次元の波動を出せる、高次元の声を出せる奉仕力です。それを使うことによって映像授業でも子どもの能力開発ができるんです。さて皆さん考えてみてください。右脳開発、能力開発、何が一番大切ですか？そう、それはスピードと大量であること、継続すること、大音量であること。まあ最後の大音量はご家庭ではちょっと無理かもしれません。ただし高速、そして継続、大量、この3つはできますよね。縦波動であればそこなんですね。ですから我々はしっかりと映像を縦波動に使い、そしてご家庭でも開発ができる、そういう映像授業を提供いたします。映像というのは伝達、娯楽だけではない、開発ができる、そこのところをしっかりと、我々は作り込んで、そして皆さんに配信したいと考えております。さてそれはなぜできるか、ハイディメンションリーディング、これを指導できるヘーグルだからこそこれはなせる技でもあります。さてこういう時代だからこそ子どもたちの潜在能力開発は本当に重要だと思いますね。なぜならばこの時代を担うのは子どもたちです。子どもたちが大きくなってこの時代をどんどん担っていきます。その時に右脳開発、潜在能力開発をしてより広く深く高い思考を持ったそういう子どもたち、人間を育てていきましょう。そして世の中を良くしていきましょう。そして世界中を良くしていきましょう。それがヘーグルの思いでもあります。さあもうしばらく続くでしょうが、どうぞお父様お母様また子どもたちにおいては体に気をつけて元気にお過ごしください。そして我々はいつでも皆さんのそばにいて、そしてしっかりと教育をやり続けたいと思います。では頑張ってください。以上です。